みなさん、こんにちは、ソリーチャンネルシーホーです。はい、というわけで今回はですね、見ての通り私の机めちゃくちゃ綺麗にしたので、今回はね、もう新しくなった私の机を紹介していきたいと思います。机自体は変わっておりません。はい。物が変わりました。ざっと写すと、まあ、でもこの辺はね、そんな変わってない気がする。で、こんな感じで、こっち側が結構変わったかな。うん。すっきりしたかもね。そうでしょ。こんな感じでね。で、まあここにギョロメつきで、で、ちょっとこのシートね、またね、新しく変えないとね、汚い。ちょっと薄く、だいぶ汚れたのでね。もう4月か。変えましょう。うん。今日4月のいくつ？まだ3月の 31？ うん。もう4月だ。明日から4月だからね。はい、はい、じゃあどうしますか。端っこから順番に見ていきましょう、はい、簡単でお願いします。はい、まず時計でございます、うん、これ前もね、ギョロメ付きのやつ紹介したよね、はい、うん、で、一日店長の時に貼ってたというかもらったシホっていう名前と、お友達がくれたね、シホっていう名前のね、コマさんなんですよ、これ、うんうん、私が好きなコマさん、うん、で、していきます。ではね、これタオルとね、グリーン面セットです。はい。これね、ダンスとかの時に出るので、今ここに置いてます。うん、次にこちら、こちら、こっちはね、本当に学校で使うものです。うん、通知表と、うん、あ、1、2年生のね、うんうん、図工の教科書と、社会の教科書。4年生で使うんだね。そう。うん、で、まだあります、こちら。あ、ね、加湿器ね。で、チポです。チポ、これなんだっけ、ちっちゃい頃パパがね、うん、しーちゃんに似てるって言って買ったんだけどね、しーちゃんがなんか大事にしてくれて。今は似てないよ、うん、赤ちゃんの頃ね。うん。はい、じゃあ次飾ってます、うん、ライト2つに時計です。うん、あ、ウィゴで買った時計、かわいいね、それね。これ目覚まし時計だね。そう、目覚ましにある時計だよ、うん、で、相変わらずライトが2つあります。うん。でね、これもうずっと前からつけてるね、これかわいいじゃんね。かわいいよね。次いきますで、真ん中には何もなくて、今度こっちのゾーンだね。はい。あ、これ置きましたね。置きました。このプラザで買ったハートちゃんの、はい、これ何が入ってんのかな、それいいんですか、見ても。いいよ。まず時計です。はい、こちらね、時計なんですけど、うん、2つとも電池がなくて動いてないんですよ。ね、飾る用で、うん、入れて、うん、今度使います。うん、次にね、ちっちゃなけん玉でした。ごめんなさいね、けん玉。あ、かわいい。これなんかガチャガチャだよね。さゆちゃんだっけ。あ、そうだね、さゆちゃんと一緒に、ね、一緒にガチャガチャでやって。すごい前だね、でもね、だいぶ前だね。だいぶ前。かわいい。けん玉好きだからね、うん、取っといてるんですよ。はい、次にね、もうこうでざっといっちゃおうかな、うん、はい、ケーブルです。すごい。これは携帯だね。携帯のケーブルに、うん、これね、させるやつと、あとイヤホンをね、2人で聞くやつ。あ、うん、あ、そうね、そうね。そう。で、またこれ iPhone の。あ、これ充電器で、これもうね、4つぐらいあるんですよ、これ。うんうんうん、Android とかさ、うん、あの、ライトとかさ、うん、あとあれ、うんうんうん、自撮り棒の、ね、充電とか、ね、合わせたらすごいことになっちゃって。うん、でも充電器はまとめとかないとね、どこ行ったか分かんなくなっちゃうから。そうなんです。で、しょうちゃんのね、このね、大きなライトの脇かな、刺せるんだよね。そう、実はここが刺せるので、ここで刺して携帯充電、うん、してたりできるのでね。はい、ここに入れてるかな。そうなんです。なんか一つポツンと残されてる、この箱ちゃんは。待って、うん、その箱はね、なんか一つポツンと、テピカジェルです。テピカジェル、うん、あー、これはウームから送ってもらったやつだね。これね、掃除してた時にね、うん、本当にホコリとか触ってたから、うんうん、ここにさ、水ないじゃん、手洗い場ないじゃん、うんうん、だからこれで除菌してた、うん、でもそれはいいかも、便利だよね。便利、ちっちゃくて便利だから、お出かけとかにもさ、いざとなったら使える。これプッチだからさ、うん、
こうやってさ、こうやって使えるよね。うん、いいんですよ、これ、うん、なんで今使ったの？今使ってくれたんですね。そうです。はい、ちょっとじゃあさっと片して、はい、ショートめっちゃねじれてるけど後ろ一人じゃだってねじれてるの分かんない。でもリミナー直してあげてよ、ねじれ。どうだった、買ってよかった、このハート買ってよかった。いいね、細かいものとか整理できてね。そう、これつまんないんだけど。ん、つまんないんだけど。嘘、入れ方ギュッとするの。あ、入った。待った、私も次行きます。で、上になんかでっかいもの乗ってますね。あ、これピクニャンの、ね、ピクニャンのスクイーズだね。ハッピーです。ハッピーちゃんね、かわいい。かわいいでしょ。お気に入りなんでしょ。そうリミはちなみにアクアが好きです。うん、水色だからね。はい、でこの辺はもうこれ、このスクイーズちゃんたちは変わってないよね。変わってない、ギョロメがついてくる。あ、そうそう、ここにギョロメついて、でここにね、ちょっとカーグルの缶バッジとこれ視聴者さんにいただいたやつ。こっちなんかずっともっていうキーホルダーとかで、あとはもう変わってないよね。あとはもうただちょっとここをシンプルに変えた感じかな。うんね、S、シホの S に、これお気に入りなんでしょ。そう、並べて可愛いね。で、あとお人形さんとか、あと写真。写真はね、ちょっと後で変えようかなってね。もうこれ前のだから、うん、新しい七五三のね、やつもあるので。ちょっとじゃあ名刺が一枚。こんな感じですね。そうですね。うん。はい。はい、じゃあ次、引き出しもいいんでしょうか、見て。いいですか。いいです。じゃあ引き出しも行きましょう。1番目、おーって言ってもこう名前があるのだけちょっと気をつけたい。大丈夫そうだね。大丈夫そう。オッケー、こんな感じ。まあざっと見なんか出てきたら、ここにピカチュウとカービィが並んでます。あ、ここにカービィがいっぱいいる。これカービィ、カービィセットなのね。ここ、うん、じゃあこれ、この前ウィゴーで買った携帯のペン。そう、この辺ね、蛍光ペンで、うん、でここ修正テープコーナーで、うん、その下がメモ帳。うんうんうん、これさっき言ったライト。ああ。充電しなきゃいけない。ライトでしょ。うん。守りでしょ。うん、でこっちがペンとかね。ペン。蓋も。おお、消しゴム。とメモ帳。消しゴム、メモ帳、蛍光ペン。定規。定規とクリップ。うん。ここにも修正テープがあります。うん、奥はボンドと。奥は。で、そっか、一回、うん、この奥がですね、うん、汚いんですけど、いいですか。汚いんです。あら、ほんとだ、ごちゃごちゃスペース。あー、ごちゃごちゃスペースなの。ごちゃごちゃスペースです。ごちゃごちゃスペースね。はい、ごちゃごちゃスペース持っといてください。まあ見えないところだよね。そう、ごちゃごちゃでいいんですよ。でもあるよね、なんかごちゃごちゃなものだけど捨てれないっていうかさ。そう、うん、いいんじゃない。でもここにね、奥にホッチキスの芯とかさ、うんうん、目立たないから。そうだね、入れちゃってますね。で、この辺はうんうん、まだ何も入れてないんですけど、物入れなんだね。そう、使いたいと思いますね、うん、はい、はい、2段目いきましょう。ここ名前は大丈夫ですかね。大丈夫そうだね。大丈夫ですね。ただ S ぐらいしかないよ。ああ、 S、 四方は別にいいんだけど。はい、この辺はね、細長いスペース、うん、なんかだいぶすっきりしてるね。すっきりしてるでしょ、うん、で、またカービィに、うん、これね、お友達にあげるペン。ああ、これこの前紹介したよね。そう、うん、これね、お友達にあげるペンで、これ夏になったらいいかなと思って、うん、電動の。そうで、こちらがペン。まだ使ってないんですか。そう、まだ使ってないの。で、これプリクラのね、特集です。写真特集。あ、写真がプリクラが入ってるのね。そう、見えるひまちゃんと私の。あ、そうそう、ひまちゃんとかね、いっぱいあるんですね。で、モールと、うん、コンパスと、うん、あと自撮り棒です。これも充電式です。あ、これね、ひまちゃんとお揃い。お揃いです。色違いで。ライトが好きなんですよ、うん、いいでしょ。ひまちゃんにあげたんだね。そう、
これミニソーですね。あ、そうそう、ミニソーで買いました。はい、で、で、奥が？奥が、あ、ここはもう、お財布と、お財布と、昔の携帯です。うん。こんな感じ？で、この辺が、もう本当にざっと見で、いろいろなものが入ってますね。うん、はい。はーい。じゃあ一番下開けてみようか。はい、一番下。汚いよ、汚いよ。いいね。あ、でもそうでもないじゃん。汚い！しほちゃんの赤ちゃんの写真がある。そう。ね、その下がなんかあれだね。そう。1年生の時の。そう。先生いなくなっちゃったから、そう。写真、裏が写真だよね。ちょっと今伏せてあるけどね。伏せてます。うん。で、この辺。筆箱で、この辺がね、あの、旅行とかで使っていくやつに、プリパラです。まだ取っといてます。いいね。もうそれぐらいしか手元に置いてないね。置いてなませんね。はい。それでもこの辺がね、この辺が、なんだっけこれ。あ、写真です。ん？写真。あ、写真ね。で、下にね、バンダナがあります。うんうん、なぜか。なぜかバンダナ。で、この辺がね、いろいろなものが入ってて、うん、で、お、貯金してるの私。ほら入ってんのこれ。入ってんじゃん、ちゃんと。だから実はこっちにだけ、こっちとね、うん、イルカちゃんのね、うん、こっちにね貯金してて、実は飾ってるあそこに何も入ってないの、うん、あ、こっちのねこれ貯金、一応これ貯金箱なんだよね。こんな中には入ってないのね。そう、こっちとこっちに貯金してるからうん、うん、こっちに何も入ってないの。まあ、あれは飾りとしてでもね、別にそう、ゲラメだからね。うん、はい。で、この辺もさゆちゃんとお揃いの筆箱に、うん、昔使ってたやつ、ダイソーで買ったやつ。そう、一応ね、一応届いてです。はい、こんなもんかな。あとけん玉ぐらいですね。けん玉ぐらいしか。あ、これね、じいじからもらったやつ。そうですね、昔からある木のね。これは私好きなの。あとウームの、なんだっけ。あ、そう、ウームのセンス、センスもあるね。そうそうそう。はい、こんなもんかな。あとはね、もう変わらないですね。変わらないね、もう、うん、前からもうさ、こういうのあったんだよ、うん、変わってないよね、もう、うん、全然相変わらず汚かったです。以上。はい。あ、こっちの棚紹介してない。そうだね。あ、そのサングラス入ってない。あ、危な。適当で、後でまた片付けますので、うん、よし。はい。ガチャガチャって言った。次はですね、こちらでございます。これ気に入ってんの？気に入ってるの。深いやつ、これスクイージャーだよね。そう。次にこちらでございます。はい、こっちです。これは見せれるんですか？見せれますね。じゃあちょっとさ、カメラ入れないから、それ下ろせる？ここに。いいよ。なんか、あ、そうそうそう。あー！怖い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 。あー、ちょっとここで紹介してもらおう。はい。まず1段目、一番上だね。こんな感じ、リップに、鏡に。うん。紙石鹸ですね。あー、そうね。2段目がピンク尽くしですね。本当だ。ほら、これこの時計が一番気に入ってる、うん、これも気に入ってる。あ、ハンドクリーム。そう、ハンドクリーム、ハンドクリーム。で、3段目がよく使うイヤリングです。うん、これよく使うの、この辺のイヤリングは。あ、このピンクの機能を使ってたの。そう、この辺よく使うので、うん、いい、分けてます。はい。次こちら、ここはマニキュアだ。マニキュアです。この辺もマニキュアに、うん、そのマニキュアに、うん、ピンとゴムが入ってる。あ、本当だ。この辺にも入りそうじゃね。今入ってます。でも入るじゃん。入る入る入る。あ、入ったね。全部こっちに入りました。いいんじゃない。いいね、これで、うん、ごめん、今汚いから後で直すね。うん。で、一番最後の段ですね。はい。大丈夫ですか？ニベア。大好きなニベアですね。と、あとね、チョッカとか、ネックレスとか、いろいろ入ってます。はい、OK でーす。OK でーす。片付けてください。片付けてください。順番決まってんの？決まってんの？一応決まってんの？これが一番上なの、うん、目立つように、かわいいね。
で、このボックスはダイソーで買った、棚っていうか引き出しが 2個縦に連結されてるやつですね。これがね、連結してんの、うん、ウィンガチャガチャ、そう、うん、こんな感じで、これ結構便利よね、この便利便利。じゃあ棚は、あ、ここはもうプーさんとか、あとこれもハンドクリームかな、なぜかこれ、あ、これ足の匂いのやつだ。これからの季節必需品なんじゃない？そう、夏だもん、しほちゃん足臭くなるからね。そう、よく塗ってます、うん、で、奥が、あー、汚っ、見て、これどれ、これイヤリングです。あー、ちょっとあんまり使わないやつ出てくるからね超決まる。あとね、あとね、このピンクのね、うん、実はハートね、実は使ってたんだけどね、うん、片っぽ取れ、どっか行っちゃった、あー、そうなんね、落としちゃって、落としちゃうんだよね。そう、でもね、可愛いから実は1個取っといて、うん、で、これね、磁石、マグネットピアス、いや、マグネットピアスって案外さ、怒っちゃうよね。そう、しかもこれ取りづらず、なんか、うんうんうん、一緒にしてるとこんなんちゃってさ、うん、ネックレスとか絡まっちゃうんだよね、うんうんうん、はい、OK です。はい、で、この辺が使ってません、うん、なんだっけ、あー、前なんかどこで買ったんだっけ、サンキューマート、サンキューマートだっけ、サンキューマートかなんかでちょっと買ったやつね。あとこれ100均かな。まあとりあえずなんか、これも使ってない、あんまり。あ、そうね、全然使ってない、うん、まあこれからだからね、これからだからね、メイクっていうのは。あとは何ですか。あとこれがね、空っぽのポーチに、こっちのポーチにね、この2つが入ってる。あー、うん、あ、この前旅行に持ってったね。そうで、ほら、うんうん、これが入ってます。パッキングした時に全部出てきたね、それ。そう、全部で、で、おしが酔い止めの薬が出た。薬に、おちゃんが必需品の酔い止めの薬奥は何ですか。これもうね、あの、ここに入んなかった。あ、そっか、すごい昔のやつだね、これね。そう、もうそろそろドロドロだから、もう2年前ぐらいに買ったやつかな。そう、だからもうドロドロで、うん、もう使えなくなっちゃいそうで、うん、あともう少しで使えなくなるやつです。マニキュア、ね、マニキュアです。で、ここにメガネに、うん、下が、あ、メイク落としとか毎回買ったね。買ったんだけど使ってないんだ。メイクまずやんないからさ。そうだね、まだメイクね、早いもんね。やったとしてもリップとかね。そうだね、うん、ほら、はい、ほら、こんな感じで、まあ、ラメね、ラメです。で、ここに、うん、あの、マニキュアを落とすね、パフが入ってます。うんうんうん、もうね、マニキュアはね、最近でもしてないね。でもマニキュア最近これで落としちゃうんだよね、これで。あー、これあるんだったら、これプシュってさ、絶対こっちの方が楽だよね。うん、だって手で回すだけ。スポンジとかこっち、うん、こうやって入れるだけでさ、うん、取れちゃうんだよ。いいよね、今はね、いいものが、ね、いいものが100均で売ってんだから、うん、いいものだね。じゃあ一回、ま、戻しましょうか。またせっかく綺麗にしたの、汚くなっちゃう。戻すのが大変ですこれを飾りたいんだけどさ、バランス感覚がなくて、これ。あ、それね、どっかこの辺に刺すとか。刺すの、うん、そしたらお人形さんが見えなくなっちゃう。あ、そういうこと。あ、これいいじゃん。あ、それいいじゃん。これいいじゃん、ほら、決定。いいんじゃない、ほら、飾りたい。あ、よいよいよいよ、落ちる。いいじゃん、最後終わり。はい、この下はもうあれだね、鉛筆削りと、で、奥がなんかあれだよね、片付け、捨てられない、ちょっとなんか、なんていうの、この辺にお前置いてあったもの。そう、それはいいね、いいか、見せなくて。うん、こういうね、なんかこういうなんかよく使うものがいいと思います。あ、チリ取りとか前ね、ここに出してたんだけど、はい、それをちょっとしまったって感じかな。そう、そんな感じです。じゃあ次はもうね、ランドセルとか、ね、学校の手下げとか。はい、この中に実は上着が入ってます。はい、じゃあ次、最後がここが本です。本だね。自由帳とか、うん、あのね、見て、私ファイルめちゃくちゃ持ってんのよ。うーん、やばくない、このファイルの量。うーん、に本です。うん、アバンティーズ、
これ前買ったね。そう、でも私ボンボン TV のね日常、うん、YouTuber のこれ、ま、漫画だからめちゃくちゃ読みやすくて、うん、めちゃくちゃ好きなんですよこっち実は。で、あと、うん、チアダンの小説が入りますね。こっち自由帳とか、うん、あ、ごめんね、使ってないノートとか、あと見て、コマさんのノート。かわいい。かわいいよね、これね。コマさん、大好き。使えないね。使えなくてまだ。使ってないんですよ。で、このボックスは、ニトリだね。ニトリ買いました。うん、はい。はい、こんな感じ。で、この机自体は、なんだっけ。こんな感じでーす。おまけで、こっち暗いよ。暗いから電気でこれくらい明るくなるか。あ、明るくなった、明るくなった。いけそう？ちょっと狭いんですけど。おまけです。おまけで、こんな感じで。カバンちゃん、取れる？うん。しほちゃんにお願いします。暗いね。ちょっとじゃあ、照明を。ママが今、照明係になってます。いい？いい？うん、大丈夫。はい、ということでね、このね、机の裏にですね、カバンを収納してあります。で、こっちの奥にも？奥にもカバンで、うん、下がね、学校のものです。全然暗くて映んない。あー、ボックスね。ボックスの中にね、学校のね。学校のもので、この辺もね、実はあるんだよね。ピアニカとか絵の具とか。そうです。習字とか。そうです。習字とか。そういう学校で使うけど、まだ家に置いとくものはそこなのね。そうなんですよね。うん、でもちゃんと収納できてこの辺でカバンです。うん。リミのものもちゃんとあります。あ、リミのカバンもね。そう。以上！終わり？終わりです。なんで最後にハートを映すの？ありがとうございました。一応取って。3つカバンがあって、この中のカバンだね。そう。あまり使わないカバン。そうで、一番奥には、水着のね。うん。ああ、プールバッグとか。そうだ、まだ使うもんね。で、こういうとこには、なんか、ちょっとチラッと見せると、こんな感じで、名前書いてある。名前書いてある。こんな感じで、まあ、いいか。絵の具とか、習字とかのバッグが入ってます。はい、名前書いてあるからちょっとモザイクかな。こっちは？こっちもだよ。こっちは何が入ってますか？あ、こっちも学校の書き初めとかの半紙とか新聞紙とかで、ここに、あ、お道具箱と、あとピアニカ。お、いいですね。うまく収納されてますね。はい。で、ここにバッグ、リミちゃんのカバンが入ってる。こんな感じだね。はい。あ、ピクニャーン。かわいいでしょ。新入りですね。新入りのピクニャン。最近入ったばっかり。あ、落ちてる。ん？あ、落ちてる。これどこにあった？ここ。あ、これ、あれだ、除光液だね。除光液ここにある。はい、結構使ってる、ね。でもあとちょっとしかないね。補充しないとね。ね。はい、こんな感じでーす。さっと。もうほんとさっとですみません。だいたいね。あ、ちょっと取りづらくて、ここ狭くて取りづらいね。はい、OK です、はい、照明動かして、照明がね、動かしてるので、よし、すいません。はい、ということで今回はですね、新しくなった私の机紹介をしてみました。はい、じゃあね、新たな気持ちでね、はい、あの新学期4月をね、迎えられそうですね、しょうちゃんは。そうですね。はい、それではバイバーイ。グミ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 ベア。サンジーラオヤ。